北朝鮮が新型の ICBM、大陸間弾道をミサイルと主張する火星15型を発射し、ことを受けて、アメリカが各国に北朝鮮のあらゆる関係を断つよう呼びかけたの。対し、ロシアのラブロフ外相は、北朝を壊滅させる口実を見つけたいのならば、はっきりそう言えばよいと述べ、アメリカが北朝鮮を追い詰めているとして厳しい。非難しました。北朝鮮が、アメリカっぽん息を攻撃できる新型の ICBM と思る。火星15型を29日初めて発したことを受けて、国連の安全保障理事で開かれた緊急の会合で、アメリカのヘリー・ゴクムラジ大使は、すべての国連加盟国に、し、北朝鮮とのあらゆる関係を断つよう、呼びかけました。これについて、ロシアのラブロフ外相は、先月30日、訪問先、ベラルーシで記者に対し、否定的に得ていると述べ、した。その上で、最近のアメリカは、北朝鮮が過激な行動を取るよう挑発しているように見える。北戦を壊滅させる口実を見つけたいのなら、はっきりそう言えばよいと述べ、あ。理科が北朝鮮を追い詰めていると指摘言、苦非難しました。さらにラブロフ外相は、制裁の強化は意味がないと強調し、力を強めるよう求めるアメリカを牽制。ました。ロシアは、議会下院の超党の委員団が先月27日から北朝鮮を訪問、問題を含めて意見を交わすなど、北、戦の対話を重視する姿勢を示しており、